はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、旧江戸川最下降前浜大橋に来てます。橋よりあっち側にはね、アングラさん結構いらっしゃるんですが、ちょうどここにないので、この橋桁と明暗周りでね、ちょっとやらせてもらおうかなと思っております。はい、では準備してリーダーとか直さないといけないと思うんで、やっていこうかなと思います。わあ、本当俺もあっちでやりたいけどね、 YouTube やってる以上はいろいろありますね。はい、ではやっていこうと思います。水の濁り方はまたさらに 10% ぐらいクリアになったなって感じがします。はい、ちょっと一回見てみましょう現場。ちょっと待って、先に濁り方をお見せします。はい、あ、いや、もっとクリアになった。 20% ぐらいクリアになりました。超クリアです。全然クリア。はい、なんか黒台とか見えてもおかしくなさそうですけど、水深70センチ80センチでも全然クリアに見えてます。そこは見えてます。はい、じゃあ準備していきます。失礼します。こっち側にはアングラさんいないです。はい、皆さん、改めてやっていこうと思います。準備完了しました。日付の方が我が国今4度ですね。12月27日11時10分という感じです。やっていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、後で元気があればちょっと浦安側の方もね、あ、イソッピだ、久しぶり、やっていこうと思うんですけど、早速水温を見ていきます。さっきの、全般で濁りはお伝えしていると思うんで、水温見ていきます。バルバルで釣れました。はい、絡まってるけど、水温は、10度ですね。10度ジャストです。ちょっとだけ上昇しましたね。8度とかだったんだっけな、昨日。だからかなり上昇しましたね。はい、ではやっていこうと思います。明暗に、お、かわいいな、ショッピー。腹がやっぱり、ね、赤いんですよ、普通のムクドリより。今度なんか何か食べるやつ調べて、なんか餌あげようかな。去年もした気がするけど、なんかクラッカーとか持ってくれば食べるかな。結構鳥って人覚えるんでね。コアマンのパワーブレード 13g でいきます。水深が浅いんで20ではなくて30の方でいきます。で、今リーダーも、20ポンドから14ポンドに変えました。そのぐらいね、ちょっと水がクリアになってるんで、見切られないようにラインでちょっと気を使いながらやっていこうと思います。リーダーもちょっとだけ緩めます。リーダーじゃない、あれか、ドラッグで。ちょっと眩しいからこっち入った方が暗くていいや。 OK、 いきます。まず明暗まで、橋桁の上は誰もいないですね。 OK、まあ、ここは浅いんで、カウントアウトしないでそのまま巻いてきます。まあ、もしかしたらね、水温がちょっと上がったっていうのと、この河口域に 4,50 センチのちょっとだけやる気のあるやつがいてくれれば、このパワーブレード食ってくれる可能性は十分ありそうですけどね。釣りたいな。久しく釣ってないですね、昭和から。船では何匹かね、釣らせてもらってるんですけど、12月入ってからはもう釣ったかな。よし、今度橋桁の後ろのヨレを狙ってます。13だとギリ釣らないかな、釣ってるかな。ですね、ブルーブルーの工場見学の動画なんですけど、結構ね、マサさんの動画とねちょっと被っちゃう部分もあるんで、まあ、もし出来上がったらね、軽い気持ちで、僕視点の動画で同じ場面かもしれないですけど、ちょっと僕視点のカメラの方で見て覚えていただけたらいいかなって感じですね。助かります。まあ、やっぱね、この企画をね考えてくれたのもマサさんなので、
もちろんマサさんがメインになってるんで、僕はまあ補助的カメラマンって感じですね。まあ入れただけでも嬉しいです。その場にちゃんと動いてるかな。で、僕が作ったブローインは、年明けにね、なんかこういう風な感じにプレゼントできたらなと思って、世界に1個のプレゼントできたらなと思っております。うわ、回っちゃう。せっかくいいところ入ったのに。よし、あと1頭。鉄板投げたくなりますね。浦安は誰もいないから浦安は行ってみようかな。後でクロダイハンティング、もしくは運が良ければシーバスハンターとして行ってみようかなってところもありますね。冬のデイゲーム釣れたら最高っすよね。はい、ということでですね、ちょっとこの後浦安に移動するかもしれないので、やる気があればちょっとこの辺で一旦前半戦は終わりにさせていただきたいと思います。またここから始まるかもしれないですけどね。はい、では一旦失礼します。マヤン大橋からでした。よいしょ。はい、ワープしてきました。浦安側でございます。久しぶりに来ましたけども、航路が近いんでね、潮目付近を、重めのルアーを、ね、流してそこの方を探れたらなと思っております。なんかこっちの方が少し濁ってきてますね。こっち側に濁ってるとなんかいい感じなんだけど、一時的なものかな。なんで船が通ったのかな。はい、同じ日付ですよ。やってきます。よし、27日ですね。今日は道具はどっちにしようかな。上にしとこうかな。ちょっと汚いから下にしとこうか。行きます。よし、風がちょっと向かい風気味かな。はい、今ミニエント投げてます。ボトム取って行きますが、風が強すぎてなんかルアーがうまくボトム取れなさそうなら鉄板とかに触れるかもしれない。 VJ22 とか行きます。美味しい隙間があればいいんですけどね。なんかそういう吐き瀬の変化のボトムのところになるべく効率よく、あの弱ってる産卵後のシーバスが、あの口をね、口というか体力をあまり使わずに安定的に供給できる場所っていうのがね、必ずついてると思うんでね、そういうところが見つけられます。詳しい人は分かるんでしょうけど、私はこっちは分かりません。ただね、船で通ったりすると結構こう掘れてるんで、地形変化はねすぐ手前に届くところにあるから、その辺をしっかり探っていこうかなと思ってます。であとは角度を使えて投げ入れていこうかなって感じですね。
お正月のあのあれ、僕ツイッターで言わせてもらった七尾カフェの解説なんですけど、まあ、テーブルとか椅子を少ししか持ってないんですけど、まあ、あの段差とかがあるんで、そういうところにね座っていただいて、一杯お茶でも飲んでいただけるといいかなと思ってやろうかなと思ってます。まあ軽くね、今年こんな感じでしたねとか、これからどうなるんですかねとかね、そういう感じのお話でもいいし、なんかねちょっと皆さんとお話できたらいいかなと思っておりますが、でね、あの一応直火はダメだけどコンロとか使えば、あの水とか炊くぐらいだったらねいいって言われました。で芝生の上でやるのはさすがにきついけど、ああいうコンクリとかタイルのところでやるのは第五建築事務所にねしっかり建築確認しまして大丈夫ということだったので、まあ、水を炊くだからコーヒーとかねあったかいお茶を入れるってことがねなんとかできそうなので、その辺ね用意してお待ちしてますので、でまたねちょっと天気の次第、風とか寒さとか、その辺で、まあ、日にち、まあ、1日2日3日あたり予定してるんですけど、明日やりますとかね、前もって言えたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。で好評だったらもしかしたら連日やるかもしれませんので、はい。で、一応途中途中でねライブ放送しながらやっていこうと思うんで、カメラにね入っちゃっても大丈夫だよとかね、あと困るわって方はマスクしっかりして入ってきていただけると助かります。はい、ではまた明日よろしくお願いします。寒いですこっち側は。もうちょっとだけやります、あと20分ぐらい。失礼します。